ということで、今日はおしゃれにイタリアンタラのアクアパッツァ、アクアパッツァ作っていきたいと思います。まずはね、フライパン、ニンニクをオリーブオイルで炒めていきます。よいしょー、オリーブオイル、新しいの買ったよー。こんなもん。ニンニク、いい香りしてきたら、タラちゃーん、タラちゃーん、金魚もタラちゃんにちっちゃいタラちゃんを焼いていきます。あ、うわ、ほうほうね。おい、オーケー、冷やしてください、金魚。はい、ちょっと待って、両面焼いていきます。タラの両面焼けたら野菜、ズッキーンと玉ねぎ、ズッキーン、玉ねぎ、一緒に入れていきます。よいしょー。おー、いい感じよ、いい感じ、とってもいい感じ。はい、味付け、塩。よしよし、塩、塩、塩。オーケー、胡椒。オーケー。オーケー。で、今日は白ワインです。安物白ワイン。ごめんなさい。いただきます。よーし。はい、はい。オーケー、これで、蓋をして、蒸し焼きにして、いけば、ね、美味しい、タラの赤パーツ。イタリアンの、なんだい赤パーツ、うん、赤パーツ。あんこだん、赤パーツ。開けるよ。見て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 。はいよ。はい、オープン。わーおー。もうめっちゃいい匂い。これだ。タラのアガパーツァ。言わないです。タラのアガパーツァ。